第二節、廃種と花粉、受粉。この教材は、これまで学んだものから出発して、一段一段登っていくように作っています。だから、復習がよく出てきます。参照する説を明記しているので、そこを参考にして復習し、 それからその説の学習をしてください。前の説では、めしべとおしべの作りについて学びました。この説では、めしべ、おしべについてさらに詳しく学びます。それでは、まず、問い位置で前の説の復習をやってください。説明を止めてください。 めしべのもとのふくらんだところを脂肪というのでした。種子を育てる部屋でした。その脂肪の中には、胚珠という小さな粒があります。いは生物の最初の頃のことで、種は丸い玉のことです。生物の 最初の頃の丸い玉のようなものということですね。廃止は将来種子になるものです。おしべの先には薬という袋がついています。その袋である薬の中には花粉がたくさん詰まっています。花粉は非常に小さい 粉です。それでは、問い2と問い3をやってください。説明を止めてください。薬の中にある花粉は粉です。とても小さくて軽いのです。風が吹くと飛んでいきます。風に乗った花粉は、 別の花の中等につきます。このことを受粉と言います。花粉はミツバチなどの昆虫の足に簡単にくっつきます。昆虫の足についたりした花粉も別の花の中等につきます。これも受粉です。 このように花粉がめしべの中等につくことを受粉と言います。中等が花粉という粉を受けるので受粉ですね。それでは説明を止めて問いをやってください。 さて、インターネット上には NHK をはじめとして様々な教育団体がわかりやすい教材用動画を流しています。受粉、排出、動画などをキーワードにして検索してみてください。これでこの説の説明を終わります。